惑星封鎖命令はアメリカ合衆国の作家マレー・ラインスターが書いた SF 中編集である。早川書房から刊行されたメドシップシリーズは全3冊あり、そのうちの2冊目である。A 作品中に登場する医療船、宇宙生物、東丸、ランディンググリッドについては詳しく説明されていない中編もあるのでメドシップシリーズの1冊目。 祖父たちの戦争を参照のこと。超高速で航行していた医療船エスクリプス20は通常空間に出た。スクリーンに映る眺めを見てカルフーウムは絶句した。3週間前に出発した青函医療局の宇宙港が映っている。外部センサーでも気圧や気温は地上と同じだ。出発点に戻ってしまったのか。だが通常空間に出る時のめまいと吐き手は いつもと変わらなかった。何かがおかしい。エアロックの外部ドアを一度開閉し、次に内部ドアを開くと空気が吸い込まれる。外部は真空に違いなく、画像や外部センサーのデータは偽物だ。エスクリプス20に呼びかけながら接近する宇宙船があり、カルフーンは船内に隠れた。やがて二人の男が乗り込んできて、偽データの装置を取り外した。 医療船の機能を確認して一人だけが残り、惑星、クライダー2に,に向けて、航行を開始する。隠れていたカルフーンが飛び出して、その男を縛り上げた。男の身分証明書は、医療局員のものだ。クライダーにからの報告にあった病気と同じようなものが、他の惑星でも発生したことがあり、その時は、病気にかからないはずのトーマルが死亡し、医療船が爆発で失われていた。 この医療局員はその時の乗組員なのか。カルフーンはこの男を無人惑星クライダー三に降ろそうとしたが、小ゼリアになり殺してしまう。クライダー二に接近したカルフーンは、グリッと管制官と連絡を取った。医療船の到着を喜ぶ管制官。患者の症状は、次々に別の病気にかかりやがて死を迎えるという。医者の分析でもありふれた、病原菌だけで、 新種のものは検出されていない。資料にあった他の惑星での病気の場合と同じだ、とカルフーンは思った。ドクター・ケロという医者はスクリーンに映るカルフーンを見て驚き、管制官を殴り倒してグリッドのコントロールを奪った。力場でエスクリプス20を地表に引きずり落とそうとするケロ。カルフーンは非常用ロケットを使い、力場から逃れて人里離れたところに、 エスクリプス20を着陸させた。医療船が失われた時の経過を報告したのはドクター・ケロという人物であり、最初にエスクリプス20に乗り込んできた二人の男もケロという名前を口にしていた。トーマルを殺した病気の原因は病原体ではないかもしれない。カルフーンは4マイルほど離れた無人の町へ行き、食料品店から様々な食品を持ち帰った。 また沼地からは微生物を採取した。食品の水溶液に微生物を入れると、ほとんどは異常なかったのだが、コーヒーの場合だけ死滅した。コーヒーを食べたマーガトロイドも病気の症状を示す。どんな病原体にも抗体を産生できる動物なのに。原因は故意に食品に入れられた、抗体を作る能力を抑える毒素だと判明した。ドクターゲロとその人味は、 クライダーにのあちこちの食品工場でこの毒素を入れていたのだ。そして汚染された食品の代替品を買うと見せかけて代金を盗んでいた。爆発した医療船にもたんまり現金が積まれていた。カルフーンはエスクリプス20を惑星の周回軌道に乗せて毒素を中和する物質の化学式を厚生省に伝え、ケロを逃がさないようにと警告した。やがてあちこちの病院からは 患者が回復しつつあるとの知らせが届く。だがドクターケロたちは一隻の宇宙船を奪うと、非常用ロケットで離陸し、エスクリプス20に向かってきた。カルフーンは、相手の宇宙船を十分引きつけておいてから、急に方向転換して非常用ロケットを噴射した。ケロの宇宙船は切断され、地表へ落下していった。今、エスクリプス20は、医療局本部への航路を急いでいた。 伝染病で死んだ記録がない宇宙生物トーマルのマーガトロイドが病気の症状を示した原因を探るために惑星メリガニに,に向かっていた医療船エスクリプス20は超高速航行を終えたところが目的地の構成系の姿がなかった周囲の構成スペクトルを観測してもメリダの太陽は見つからない 一データを入力した誰かが間違って入れたらしく医療船は迷子になってしまった。比較的近いところにソル型構成があり、その惑星の一つはナトリウムのリボンをまとっている。人工的に作られたものなのでコロニーがあるかもしれない。カルフーンが地上を呼び出してみるとグリッド管制官からの応答があった。だが船がどこから来たのかを気にしている。着陸すると 医療局員であることを証明するために病気の牛を治療しろと言われた。この場所はシティ1で牛は伝染病を蔓延させるためシティ2から持ち込まれたものだという。この惑星には孤立した3つのシティがあり、それぞれにフード病が存在しているために人や物の往来はしていないという。そしてシティによそ物が入らないよう常に監視し合っている惑星だった。その夜、 シティニから来たという数人の男が医療船を密かに訪れてきた。理由を聞けば病気を治療してほしいという。シティニの外周を監視していた女がシティさんの外周警備の男と映像通信をしてお互いに好意を抱き、その男がシティニに入り込んできたのでシティさんから持ち込まれたフード病を抑えてくれと頼む。仕方なくカルフームは迎えの大型ソリに乗って シティニに,に向かった。だが二人の男女は駆け落ちしてシティニを出て行った後だった。医療船に送り返そうとするのを断って、女の父親であるハントとカルフーンはソリで二人の足跡を追った。カルフーンには病気の原因がおぼろげにわかってきた。この惑星にはかつて鉱山があり、それなりの人口を抱えていた。空に浮かぶリボンは、 寒冷な惑星に太陽光線を反射させ、赤道付近を温暖にするために人工的に作られたものだ。やがて鉱山が衰退し、ほとんどの人間は他の惑星に移住したのだが、一部の人々はここに残り三つのシティに住み着いた。長い間孤立していたそれぞれのシティは、お互いに固有の病気を持っていると信じきってしまっていた。だが、病気は、 患者が死亡することによって病原体もなくなるので今は根絶されているはずだ。残されていたのは精神の病、孤立症候群だけと思われた。カルフーンとハントは頭皮業をしていた男女二人を見つけて赤道に近いホットランドに腰を落ち着けた。ここには食用となる地球原産の果物や魚も豊富にある。男女二人に病気の兆候はなく、 カルフーンは、すでに各シティのフード病は根絶されていることを説明した。納得したハントたちの力を借りて、精神病である孤立症候群も撲滅させる計画を立てた。シティ2にダミーの医薬品を準備しておき、シティ1とシティ3にはウサギアリスを忍び込ませる。その後でシティ2から逃げ出した動物たちから病気が発生するぞと嘘の呼びかけをし、薬品は、 シティニにあると伝える。恐怖にかられたシティ1と3の住民がシティニにダミー薬をもらいに行けば何の病気も発症していないことに気づくという計画だ。ランディンググリッドを操作するシティ1の協力は得られそうにないので準備を整えたカルフーウムは非常用ロケットでこの惑星を離陸した。ハントからこの惑星の名前を聞いてその位置データもわかっている。仕事をやり終えたカルフーウムは 医療局本部へエスクリプス20の進路を向けるのだった。惑星、ランクへ何事もなく到着した、医療船、エスクリプス20。ここでは、真心のこもった歓迎を受けたが、政府が提出するデータは、公衆衛生の面でも、病気の死亡率でも異常なものはなく、完璧に近いものだった。ランクには伝染病は、ほとんどなく、一万一これが発生したならば惑星が、 隔離され、工業製品が輸出できなくなることを恐れているようだ。そんな中で、厚生省の会合に参加していたカルフーンの耳にブラスターを打つ音が聞こえた。強盗が逃げる時に、ここの建物から追試したらしい。会合の参加者には多くの医者がいたのだが、誰もその死体の検視をしたがらない。やむを得ず、カルフーンが検視しようとすると、厚生大臣に止められた。 何とか検視すると、顔に怪我の反抗があり、虫歯もあった。この惑星での近代的治療を受けていないようだ。医療船に戻ったカルフーウームは、死体の衣類の切れ端を分析して、天然繊維が使われていることに驚く。ランクでは、すべてが合成繊維なので、あの死体はこの惑星の住民ではないと思われた。また切れ端に付着していた血液を培養すると、 球状の変種細菌が活発に運動しどんどん増殖してゆく。死体に触れたカルフー海へ、厚生大臣の声が無線機から響く。今後ランクに立ち入ることを禁じる。半ば強制的にエスクリプス20はグリッドによって宇宙空間へ持ち上げられた。本部へ引き上げるための超高速高校に入ったエスクリプス20の船内で、 死んだ男がどこから来たのかが気になったカルフーウムは、ランクを中心とした製図を見て、人間が居住できる惑星を探した。数光年離れて一つあった。惑星、デリーと登録してあるが、ここへ着陸して帰還した、宇宙船の記録はなかった。やがてカルフーウムは、高熱が出て、目の霞を感じた。それは、一旦収まったがまだ起こった。 ランクを離れて10時間も経っていないのに、あの球場編集細菌に感染したようだ。すぐにマーガトロイドのズバ抜けた抗体酸性能力に頼ろうとしたが、病原菌を注射しても体調に変化はなく、抗体も作られない。ランクの厚生大臣がエスクリプス20を宇宙空間へ戻したのも近いうちにカルフーンの死ぬことが分かっていて、 医療局本部へ伝染病情報が伝わらないのが確実だからだ。ここでカルフーンが死んだら世話ができずマーガトロイドを殺してしまう。彼はデリーに向かい、そこでマーガトロイドを自然に返そうと考えた。デリーへの超高速航行の途中で医療船は突然通常空間に飛び出した。近くに見慣れぬ宇宙船がいる。お互いに超空間で接近したため、 安全装置が働いて、通常空間に出たのだ。だがその宇宙船は、様々な船の部品を次版にしたような構造だった。ろくな製図データもないようなので、カルフーンは、近くの4つの構成形の座標を教え、その宇宙船と分かれた。デリーに近づきカルフーンの意識が遠のく中、非常用ロケットで何とか着陸した、エスクリプス20。エアロックを開けると、大気に異臭がしたが、 呼吸は可能だ。カルフーンはマーガトロイドを船外へ押し出し、そして倒れた。カルフーンが意識を取り戻すと、エスクリプス20のベッドに寝かされていて、そばには人間の女性が立っている。彼女は、ここはデリーだから病気のことは心配しないでいいと話す。ロブと名乗る男は、エスクリプス20を破壊して飛べないようにするという。ロブは、カルフーンが感染した病気は、 デリーでは発病が抑えられるが、その患者が他の惑星へ行くと爆発的に病気を広げるので、この惑星から誰も出さないとも言う。しかし他の惑星から来た者は受け入れるので、現在デリーには2000人ほどの人間が住んでいるらしい。カルフーンにはここから帰還した宇宙船が一石もない理由が分かった。マーガトロイドも元気だし、カルフーンの症状も次第に収まってきた。 ロブの話では最近、修理したオンボロ宇宙船で、ランクへ向かった者たちがいて、一人の男が戻らなかったらしい。それはカルフーンが検視した男に違いないし、超高速高校の時に出会った次はぎ宇宙船は、ランクへ行った船のはずだ。やがて、デリーから脱出したいと望む者たちが、エスクリプス20の周りに集まって騒ぎ始めた。しかし医療船に乗せて、 この惑星から出すわけにはいかない。カルフーンは病原菌の培養と分析を続けて、デリーの大気中には球状変種細菌の活動を抑える物質が含まれていることを突き止めた。それはメタン誘導体で異臭があり、この惑星ではあの病気が発病しない要因であった。カルフーンはデリーを封鎖するため、エスクリプス20以外の宇宙船を破壊することに決めた。 彼は、超空間で接近した例のぎはぎ宇宙船を呼び出して近くに来るよう説得した。その宇宙船が来たところで、エスクリプス20は非常用ロケットで発進し、ロケット噴射で船体に穴を開けて使用不能にした。カルフーンは、医療局から病院船を呼んできて、デリーから、球状編集細菌を根絶することをロブたちに約束した。そして、 エスクリプス20の空気タンクはメタン誘導体が含まれるデリーの大気で満たされた。本部へ向かう医療船の中で今かる風ムは安心して眠りにつくのであった。惑星風査命令。山田正役、早川文庫 SFSF618985 年6月、ISBN4 から15から010618から5。ありがとうございます。